スワンロクの戦いは、ベトナム戦争における最後の大規模な戦闘である。戦闘は1975年4月9日から始まり、4月21日に、ベトナム人民軍第四軍団がスワンロク市街を占領したことによって終結した。1975年初頭北ベトナム軍はほとんど防備の置かれていなかった、ベトナム共和国北部への進行を開始した。中部高原では、 ベトナム共和国陸軍の第二軍団戦術区域が崩壊し、残存部隊は、メコンデルタ方面への撤退を開始していた。また、笛やダナンなどに駐在していた南ベトナム軍部隊は、全くの抵抗を行わずに無力化されたという。南ベトナム軍が配送を続けるようになると、ベトナム共和国議会では、グエンバンチュ大統領の戦争指導に対する疑問と批判が高まり、 やがて辞任を求める声も出始めた。中大統領は、共和国を防衛するための最終的な抵抗として、唯一戦力を保っていた南ベトナム軍第18、師団に対して、総力を挙げて、スワンドクを防衛するようと命じた。一方の北ベトナム軍では、最後にへの進路確保を任務とする北ベトナム軍第4軍団が、スワンドクへと進軍しつつあった。こうして、 ベトナム人同士の12日間にもわたる激戦が幕を開けたのである。この戦闘は主に南ベトナム軍将兵の勇敢さとともに記憶されている。戦闘の初期段階では南ベトナム軍第18次第が北ベトナム軍の攻勢を複数回にわたって撃退に成功しており、北ベトナム側は当初計画されていた作戦と戦術を大きく転換することになった。 1975年4月19日、完全にスワンロクが孤立した後になって、ようやく南ベトナム軍部隊に撤退の許可が与えられた。スワンロクでの敗北の後、10年以上もベトナム民主共和国の共産主義者と戦い続けてきた中大統領はついに辞任に追い込まれた。1975年に入ると、戦況の悪化を反映し、ベトナム共和国の政治情勢は、 深い混乱に陥った。特に、中大統領に対しては少なくとも二度の暗殺が、試みられ、また阻止されている。一度目は1月23日、南ベトナム陸軍のある将校が、ピストルで中を銃撃した事件である。暗殺失敗後、この将校は、軍法会議で裁かれている。二度目は4月4日、ベトナム共和国空軍のパイロット、グエンタインチュン中尉が、 深いマイナス5戦闘機を使って独立宮殿を爆撃した事件である。なお、チュン・中尉は1969年以来潜伏していたベトコンの秘密党員であったことが後年になってから判明している。これらの事件の後、中大統領は自軍将校に対して不信を抱くようになったという。4月2日、議会からグエン・バカモを指導者とする新体制が提案され、首相ちゃん、 ティエン・キエム将軍が辞任する。中はすぐに、キエムの辞任と官の首相就任を承認した。4月4日、中は、再後放送を通じて、首相の交代について報告するとともに、3人の陸軍将校の逮捕を命じた。ファン・バンフュー将は、中部高原での大敗のため、ファン・コクトゥアン大将は、ニャチャン防衛失敗のため、ズー国ドン中将は、 フオクロン防衛失敗のために逮捕された。また、第一軍団戦術区域司令官の極安中央、大将は入院していたために処罰を免れている。4月3日のフレデリック・ウェイ米陸軍大将との会談において、中は、ベトナム共和国の最終的な防衛戦略の概要を語り、共和国に残っているいずれのものをも、共産主義者に渡さず保持する旨を誓ったという。 ここで彼が語った戦略の中で、タイニンとファンティエットから近いスワンロックこそが総力を挙げた抵抗の中心になり得るものとされていた。その後、中がリチャード・ニクソン元大統領の手紙を取り出すと、会議は一層と熱を帯びた。この手紙の内容は、もし北ベトナム側がパリ和平協定に違反していた場合、軍事的報復を約束するというものであった。 結局、中は、パリ和平協定調印の瞬間から、ベトナム共和国を切り売りしていたのだと、アメリカを非難し、会談は終わってしまった。混乱する南ベトナム側とは、対照的に、北ベトナムのハノイ政府は1974年12月以降の軍事的優勢により非常に強い支持を集めていた。1975年4月8日の段階で、北ベトナム軍は、 フオクロン省を含む南ベトナム軍第一及び第二軍団戦術区域の全域を制圧した。ほとんどの南ベトナム軍部隊が敗走、崩壊する中、北ベトナム軍は、ベトナム共和国最後の抵抗拠点とみなされた、スワンドクエニコ軍団を派遣した。北ベトナム軍第4軍団は、数ヶ月前に、フオクロンを占領した部隊で、続けて、タイニン、ビンロン、 ロンカインを占領した後、北東からスワンドクへの接近を試みた。また北ベトナム軍第三軍団は、中部高原の南ベトナム軍部隊を撃破した後に、北西からスワンドクへの接近を試みていた。1975年3月、北ベトナム軍は、南ベトナム西部への攻勢を開始した。北ベトナム軍第三軍団は、中部高原番目等々を攻撃し、 また北ベトナム軍第四軍団は、タイニンとビンズオンの南ベトナム側軍事施設を攻撃した。過去3年間に比べ、西部の南ベトナム側防衛力は、自民と物資の不足から大幅に弱体化しており、タイニンやビンズオンは、南ベトナム側の防衛計画でも決して用地として、扱われていなかった。しかし、それにもかかわらず1975年初頭に、 配送した部隊を元にする大規模な戦力が存在していた。タイ人には南ベトナム軍第25師団及び4個機構旅団2個レンジャー大隊が退避しており、一方のビンズオンには南ベトナム軍第5師団と1個機構旅団1個レンジャー大隊が存在していた。これらの地点では廃山兵が集結して抵抗の再編成を図っており、 北ベトナム側はこれを阻止するべく占領を決断したのである。北ベトナム軍第四軍団司令部では最初の攻撃目標として北西部における南ベトナム側防衛線の弱点とみなされていたザウティエンチョンタイン間の地点を選んだ。この地点はタイニン、ビンズオン、ビンロンの参照と隣接しており、守備戦力として地方軍4個大隊と1個装甲旅団。 そして10問の 105mm 砲が存在していた。ザウティエンチョンタイン艦への攻撃作戦では北、ベトナム軍第9不評師団が主力を担い、北ベトナム軍第16不評連隊、第22戦車大隊、および1個砲兵大隊と1個防空大隊が支援に当たった。3月11日午前5時、北ベトナム軍第9不評師団は、ダウチェンに対する攻撃を開始した。 北ベトナム軍第9不評師団に与えられた初日の攻撃目標は、ランラン、バウドン、チャラの南ベトナム側砲兵陣地であった。同日午後、レグエン干渉軍は救援のために、南ベトナム軍第345装甲中隊をバウドンから出撃させた。しかし、同中隊は、数億4分近くで北ベトナム軍第16不評連隊に迎撃され、撤退している。 また、バウドンとランナンの南ベトナム軍砲兵陣地は、北ベトナム軍第9不評師団の攻撃に圧倒されており、有効な反撃が行えないままでいた。3月13日、北ベトナム軍はダウチェイン一帯を完全に制圧する。この戦いの3時間後には、北ベトナム軍の第3及び第9不評師団の各部隊が、ボンチュイ、ガバサク、コウトウ、ベンクイなど、 各地の南ベトナム軍人事を確保していった。南ベトナム軍第3旅団では、南ベトナム軍第5不評師団の戦力を利用した、ダウチェンダッカン作戦を計画するが、中大統領はこれを中止させ、代わりにチョンミト、バウドン、タインの防衛を命じた。3月24日、北ベトナム軍第9不評師団から派遣されたニコ連隊と、 ビンフォックで編成された2個民兵大隊が連携して、チョンタンへの総攻撃を行ったが、南ベトナム軍守備隊によって撃退されている。3月31日、北ベトナム軍第4軍団は1個砲兵大隊を、含む北ベトナム軍第273連隊を、北ベトナム軍第9不評師団のもとへ増援として、派遣する。これが到着すると、 北ベトナム軍第9不評師団は再び、チョンタイ攻撃に乗り出した。南ベトナム側は、第3機構師団を、チョンタインの救援に向かわせたものの、同師団は、国道13号線にて、北ベトナム軍第9師団の一部による迎撃を受け足止めされてしまう。同時期、守備隊の一部として、抵抗を続けていた南ベトナム軍第31。 レンジャー大隊が壊滅を避けるべく東方のバウドンまで撤退する。4月2日、チョンタインが陥落する。ベトナム当局は北ベトナム軍がこの戦いで2134人の敵兵を殺傷、472人を捕虜とし、16機の航空機を撃墜したと主張している。これに加えて30両の軍用車両、およそ1000の野砲などを露覚したという。そして、 ビンドンを確保した北ベトナム軍は次の作戦目標としてスワンドクを選んだのである。1975年4月8日、第18師団がスワンドク防衛の主力部隊として派遣される。第18師団は3個連隊によって構成されていた。加えて5つの気候旅団、4つの地方軍大隊、2個、砲兵大隊、民間自衛隊の2個中隊が付近に展開した。 4月12日、第1空艇旅団、3個機構旅団が、スアン6に到着する。また、第5師団からも、第8任務部隊と、第33レンジャー大隊が派遣されている。航空戦力は、ビエンホアの第5空軍師団やタンソンニャットの第3空軍師団が展開していた。南ベトナム側守備隊の司令官は、第18師団長のレミンダオ将軍であった。 最初に、スアン6付近に展開したのは、第4軍団であったため、中央軍事委員会では、第4軍団を主力として展開することを決定した。第4軍団所属部隊のうち、スアン6に展開したのは3個師団である。さらに第71校舎師団と2個戦闘工兵、連隊、第26通信連隊、2個装甲大隊、2個、砲兵大隊、2個、 論勘地方軍大隊などから援護を受けていた。1975年4月3日、第4軍団司令部では構成について2つの作戦案を作成した。第1案では、まず周辺地域の全焼地点をすべて占領し、その過程で市街中心部を孤立させる。その後、タイミングを見計らって、スアンロック市街中心部に対して正面から総攻撃を行うものとされていた。 第2案は守備隊の戦力が推定よりも少なかった場合を想定しており、この場合は、装甲部隊と砲兵の支援を受けた第4軍団が、直接、スワンドク市街中心部に突入を図るものとされていた。論勘賞、スワンドク付近の使用目標をすべて確保してきた、ベトナム軍第4軍団では、スワンドク死の任についた南ベトナム軍第18、 師団に対する大攻勢のために4日間の準備期間を設けた。北ベトナム軍第4軍団司令官、保安官務少将は、作戦方針について、攻撃主力を彼自身が率いる不評による、総力正面攻撃と定め、これを北及び北西側に展開する砲兵及び、戦車が援護するものとした。さらに、東側からも北ベトナム軍第4軍団、 副司令官 V カト部隊佐率いる部隊が攻撃を行うこととなった。北ベトナム軍が着々と攻勢の準備を整える中、南ベトナム軍のレミンダオ将軍と論勘将、地方軍司令官、グエンマン副隊佐も、また敵の大攻勢を見越して、各部隊の移動を行っていた。戦闘の直前、ダオは海外メディアに対する会見で次のように語った。私は、 スワンロックの死守を決断した。たとえ共産主義者がありったけの師団をここに派遣したとしても、私はそれらすべてを撃滅しよう。全世界は、我がベトナム共和国陸軍の正教差を目の当たりにするであろう。レミンダオ、1975年4月9日午前5時40分、北ベトナム軍第四軍団は、スワンロック市街地に対する砲撃を開始した。これにこうして、 市街北側から突入した北ベトナム軍第341不評師団の一部は1時間以上にわたる激しい戦闘の末に南ベトナム軍の通信施設と警察署を占領するしかし北側から移動しつつあった北ベトナム軍部隊は南ベトナム軍第52タスクフォースによる反撃を受けて足止めされた東側からは北ベトナム軍第七不評師団が接近していたが 彼らは戦車による援護を受けられなかったため、戦闘の初期段階で大きな損害を被ることになる。8時までに北ベトナム軍第四軍団司令部は第七不評師団を援護するべく8両の戦車を派遣したが、これらは到着前に南ベトナム軍によってすべて撃破されている。正午までに北ベトナム軍第209-270不評連隊が 南ベトナム軍第18師団司令部と知事皇邸の防衛に当たっていた南ベトナム軍第43、48不評連隊を撃破、これらの施設を占領する。さらに市街南側では北ベトナム軍第6、不評師団が本木屋目ボンコンを通る幹線道路1号線上に設置された南ベトナム軍の防衛陣地を攻撃、占領した。4月9日、 南ベトナム軍第18師団は北ベトナム軍の両側面に対する反撃を行う。これは北側及び北西側を主とする北ベトナム軍の攻勢を遅延することが目的であった。4月10日から11日にかけて北ベトナム軍第7不評師団は複数回にわたり南ベトナム軍の有力部隊、すなわち第18師団第52タスクフォース。 第5装甲機兵中隊の撃破を試みた。しかし攻撃を試みるたびに、側面攻撃などの妨害を受け、結局はいずれの部隊の撃破にも失敗している。北西側でも北ベトナム軍第341、不評師団所属の北ベトナム軍第226、270不評連隊が、南ベトナム軍第43不評連隊第322装甲旅団による、 側面攻撃を受けて足止めされ、大幅に遅延を余儀なくされている。北ベトナム軍が有力部隊撃破を試みていた2日間、南ベトナム第5空軍師団が、南ベトナム軍第18師団に対する支援として200回以上の航空支援を行っている。4月11日深夜、レミンダオは密かに、タンォンに南ベトナム軍第18師団司令部を移して、 戦力の再結集を図り、さらなる抵抗を試みた。その一方、ファン・バン副大佐もまた、抜いてに、臨時司令部を設置して、抵抗を再開している。4月12日、南ベトナム軍参謀本部では、スワンドク防衛のために、予備戦力の投入を決定する。これを受けて、南ベトナム軍第一空挺旅団がバオディンのゴム農場に防御陣地を構築し、 また2個海兵旅団がビエンホアから続く、東側街道の守備についた。さらにタンフォンとダウジアイは、南ベトナム軍第33レンジャー大隊、第8、第5不評師団、第8不評大隊、第315、第318、第322装甲旅団などによる援軍を受ける。これらの援軍が、前線に向かう経路を確保するべく、 ビエンホア及びタンソンニャットの南ベトナム空軍作戦機は1日あたり80から120回の戦闘出撃を行ったという。4月12日午後2時、スワンロックからほど近いスワンビンの集落に対して、南ベトナム空軍所属の C-130 が2発の区分5 5ジーカッター爆弾を投下した。同集落は北ベトナム軍が拠点として利用しており、この爆撃によって、 民間人と北ベトナム軍将兵合わせて200名が死亡した。また、南ベトナム軍側でも爆風に巻き込まれたことによる少数の犠牲者が出たとされる。4月13日、南ベトナム解放軍司令官のチャンバンチャ将軍が北ベトナム軍第4軍団司令部を訪問する。チャ将軍は司令部将校団との会議の中で攻撃作戦の方針変更を提案した。 その方針とは北ベトナム軍第6不評師団と第341不評師団の一部をもってスワンドク防衛線の弱点とみなされたダウジアイを攻撃し、さらにバリア、ブンタウ間をつなぐ幹線道路2号線及びスワンドクビエンホア間をつなぐ幹線道路1号線に沿った防御陣地を設置していくというものであった。同日、北ベトナム軍第2軍団は スワンドク攻撃を援護するべく、第95不評連隊に対して、北ベトナム軍第4軍団の指揮下に入る、胸の命令を下す。北ベトナム軍の将軍たちが新たな作戦方針を討議していた頃、南ベトナム軍は、共産主義者によるスワンドク攻撃の撃退と戦況の逆転を宣言した。スワンドクにおける南ベトナム軍の頑強な抵抗を受けて、中大統領は、 ベトナム共和国軍が祖国を守るべくその戦闘能力を回復した旨を伝える声明を発表した。4月15日、北ベトナム軍はスワンドクへの砲撃を中止し、ビエンホアへの大規模な砲撃を開始した。1日中継続的に続けられた砲撃により、ビエンホアの南ベトナム第三空軍師団ではすべての航空作戦を中止することを余儀なくされた。 スワンドック守備隊への航空支援任務は、虎ノ区の南ベトナム第4空軍師団に引き継がれた。同日、北ベトナム軍の第6不評師団と第95バイト不評連隊は、スワンドック西部にて南ベトナム軍の第52タスクフォースと第13装甲中隊を撃破した。4月16日から17日にかけて、北ベトナム軍第6不評師団と、 第95バイト不評連隊はさらに進出し、ダウジアイの奪還を試みた南ベトナム軍第8、タスクフォース、第3装甲旅団を撃破した。また、スアン6に展開する南ベトナム軍第43、第48不評連隊、第1空挺旅団なども来たベトナム軍による側面攻撃を受けて大きな被害を受けた。これらの攻撃により、 ダウジアイ及びすべての主要道路が北ベトナム軍の支配下に置かれ、スワンドクの南ベトナム軍第18師団は完全に孤立し、18日までに北ベトナム軍第4軍団に包囲された。4月19日、南ベトナム軍参謀本部はレミンダオ将軍に対して、第18師団をはじめとする各部隊の脱出及び他の拠点における交戦続行を命じた。 この移動命令によれば、第18師団には、ビエンホア守備の任務が与えられていた。4月20日、大雨の中でおよそ200両の軍用車両を用いた、南ベトナム軍将兵及びスワンロック住民の脱出が始まった。4月21日までに、最後の守備部隊であった南ベトナム軍第一空挺旅団が脱出し、スワンロック市街中央は、完全に放棄された。 同日午前4時までに、スオイカ村にて、第3及び第1空挺旅団が、北ベトナム軍によって壊滅させられる。こうして、スワンロクは北ベトナム軍の支配下に置かれ、イゴン進行を阻む者は皆無となったのである。スワンロク陥落以降、北ベトナム軍は、改進撃を重ね、その結果北ベトナムは、南ベトナムの領土のうち実に3分の2を支配下に置いた。 スワンドクにおける南ベトナム側の軍事的損失は非常に大きく予備戦力を含むほとんどの部隊が壊滅した。1975年4月18日、南ベトナム軍第三旅団長グエン・ワント・アン将軍は中大統領に対し南ベトナムにおける軍事力はスワンドクで大打撃を受け、今や全軍をもってしてもわずか数日の交戦しか約束できないと報告した。 後に統一ベトナム政府が行った調査によれば、スワンドクをめぐる戦いの中で2036名の南ベトナム軍将兵が戦死内し行方不明となり、2731名が捕虜となったという。これに加えて南ベトナム軍第18師団だけでも、師団の30%にあたるおよそ12000名の負傷者が出ている。共産軍。 すなわち北ベトナム軍と解放戦線側の総死傷者数には不明な点が多いが北ベトナム軍第4軍団では480人の戦死者と1428人の負傷者を出したと主張している。またレスアンダオは北ベトナム軍はこの戦いで5万人以上の戦死者を出した上に370人。スワンドク陥落後の数日間南ベトナム国会では 戦時政策に関する激論が交わされた。主戦派はアメリカは南ベトナムを見捨てないという前提のもと、最後まで徹底抗戦を図るべきと主張した。一方の沿線派は国家の滅亡を避けるためにもハノイ政府との交渉に乗り出すべきとして徹底抗戦に反対した。ただし、クエンバン中大統領に軍事的、政治的責任を問うことでは、全議会が合意していた。 1975年4月21日午前8時、中大統領はスワンドク陥落の報告を受けた後、大統領職の辞任を宣言した。北ベトナム軍第四軍団を足止めするべく、南ベトナム軍部隊を派遣したのは、中がベトナム共和国のために行った最後の軍事的判断であり、彼はこの判断に政治的生命のすべてをかけていた。しかし、 彼が命令を下した時にはもはや手遅れであった。結局スアンドクは陥落し、議会における彼の政治的立場は一層と危うくなった。中の辞職後、チャンバンフォンが新たな大統領に就任し、大きな犠牲と政治的失望を代償に停戦を求めて、ハノイ政府との交渉に臨むこととなる。ありがとうございます。